おお、うまそう。米がでかすぎた。めちゃくちゃでかいこれ米。久しぶりの昼間の高原になりますね。ああ、私のね大好きなキャンプ場になります。さあサイトの方決まりましたね。天気はねちょっとね曇りですが最高ですね。やっぱり昼側の高原最高です。今日はね杉の方のねサイトを選んでみました。気持ちがいいですよ。めちゃ静かでもね今回来てみてねこんなにお客さん平日でいたのびっくりですね。びっくり。さあ今日はねタフスクリーンになります。タフスクリーンにねこのインナーテントを使わずに今回は深爪の方を使っていきたいと思いますね。広いのにねまだまだちっちゃな、ね、テントです。気温の方はねかなり寒いですよ。真冬の装備ね着ちゃいましたね。中はね真冬の装備じゃないですけどねアウターはね真冬の装備ですね。それでちょうどいいぐらいです。夜になったらめちゃくちゃ冷えそうですね。まずはこいつですね。ゴールドは黄色ですね。今日はね、サイドの方をパップしたいと思いますね。
っしゃ完成や。深爪の方を入れてみましたね。めちゃくちゃ広いですやっぱりね。今まで深爪使ってましたが、もう本当に深爪がよりちっちゃく感じますね。リビングめちゃくちゃ広くなったようによりいいわ。さあライトとかちょっとかけようかな。やっぱりねこれ遮光性がある分ねちょっと暗く感じますね。甘さを極めた台湾フルーツになりますね。台湾産パイナップルです。これね芯まで食べれるって書いてますね。これめちゃくちゃうめえのよこういうの。台湾の方ね見てもらってありがとうございます。しかもね台湾と言ったらね新日なんでありがたいです。本当にね頑張ってください。痛い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 。とりあえずね設営の方できました。一段落したんでおやつの方食べていきたいと思いますね。もうお腹すいた。めっちゃいい香り。去年かねこれ台湾産パイナップル流行りましたよね。めちゃくちゃ美味しいんですよ本当に。甘さが並みじゃない。芯までね本当に甘いっていうのが売りでしたよね。うわうまそうな香りしてるわ。たまらん。これパイナップル好きなら一つとならわかると思うんですけど、ここねここの部分ここの部分がねこのなんちゅうんすこれ濃いんすよね。濃い色になってたらうまいなよ。もうほとんど食べれるかな本当に芯。やわらか。全然食べれる。よっしゃ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 、よっしゃ、オッケー。うまい。めちゃくちゃジューシワンちゃん触ってねリラックスタイムです。幸せホルモン出してますね。あー幸せ。この瞬間幸せ。
さあもうね日も暮れてって言ってもねまだ日暮れてませんね。最近はね日の方ちょっと長くなってきて嬉しい感じですね。ということで今日の晩御飯はこいつになりますね。ハマチです。ハマチの照り焼きとねお寿司作っていきたいと思います。お刺身もいいですよね。そしてあら汁最高です。さあまずは魚の方を切っていきます。うわ鱗残ってるなまだ。よっしゃ、おりゃプロはほんとうまいっすよね。ああいうの見たら動画を見ると当たり前だけどうまそう。カマはこれね塩で焼いて食べちゃいましょうね。これね絶対うめえよこのあらあらじゃないわカマ。ざっくりあ切れた切れちゃいました。めちゃくちゃ美味しそうですよ。でもね今回失敗しちゃいましたね。カマの方ねもっとでかく身残しとけばよかった。これあー失敗や。カマ塩焼き美味しいですからね。いけるかなこれ。よいしょ。うわすげえボリューム満点。よいしょ。ああ汚い。もったい。あでもちょうどいいわこれ。これちょうどいいわこれ。お腹のね骨のところ。よし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 。オッケーオッケー。よし。そしてねここに骨があるので取ってくださいって言ってましたね。こんなもんかな。うわうわ。よっしゃ柵取りできて、あとは皮剥ぐだけですね。引っ張ってけれへん。どうやるんやこんな。あいけたいけた。こんな感じかな。これでいいでしょ。よし。なかなか剥げない。なかなか剥げない。なかなか剥げない。あ取れた取れた。あぶっかった今こっちに刃物来ちゃった。どうだ。おいい感じやわこれ。どうですこれ。ほら綺麗な感じですよね。うまそううまそう。よっしゃ次々皮剥いでいこう。皮の剥ぎ方ね向こう持ち方間違ってましたねきっと。これねこれの方が楽やわ。さあこの切り身をねどうやって切ったらいいんだろう。お寿司ってどうやって切るんですかね。さっき見たんですけどこんな感じだったけどな。自信がねえな。なんかこんな感じかこれ寿司って普通。まあいいやこれ、まあ、こんな感じやわ。でもこの分厚めにいっちゃいますね。しかも贅沢に。そうよっしゃ寿司寿司食いねー寿司食いねガリ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 。よっしゃうまそう。これ絶対うめえわ。というかよだれ出てきた。よっしゃあら汁えのき入れて。このちっちゃい鍋だとねちょっとあらあら頭がね入りませんねきっと。これ入らんなこれ。半分にしちゃいますこれ。よしよし頭1個入りましたね。そしてこれ骨のところ。こんなもんかな。あ骨のところもね案外いい味出るとか言ってたんでこれも入れちゃいます。よしこれで水入れて炊いていきましょう。よしついたついたついた。
早い。あ、ていうかこれ切ってね、またまた切ってね。学習しろよ俺。あー、火のねありがたさを感じますね。暖かい。ちょっと風が出てるんでね、煽られて余計に火がつきやすくなってます。まずはね、ブリの照り焼きの方を作っていきたいと思いますね。ブリの照り焼き美味しいですからね。まず油をね、ちょっと引いて、ちょっとね、いいのよ、これいつもこんなもんかな。しかも今回ね、照り焼きの身です取り忘れてたんですよね。さばくのに必死になっててお刺身お刺身って考えながらね、だからね、サクです。柵になっちゃってます。ちなみにこれお刺身の柵みたいなのをやっちゃいきますね。ビッグなね、照り焼きに作っていきたいと思います。ああうまそう、うまそう。ちょうどいいんじゃねえかなこれ、火が通したね。ちょうどよし、こんなもんかな。もったいねえ、これ本当に。もったいないお化け出るわ。もうこれぐらいで下手したら、ブリの照り炙り作っちゃっていいんじゃねえかな。そんな勢いですね。よっしゃー、おー、うまそう。めちゃくちゃうまそうやわ。ここにね、このブリの照り焼きのタレ入れていきたいと思いますね。おー、うまそう。これをつけながら食うのがうまいのよ。わー、うまそう。もう一度ちょっとだけ煮詰めてね。これうまいよ。スプーンねえかな。うまそう。めちゃくちゃうまそうですよ。よし、これで完成やわ。もうね、ちょっといい感じです。ほら、これこれこれ。ここでね、丸をね、温めておきました。これ容器まで熱くなってないかな。大丈夫です。あー、うまい。ちょうどいいね、温かさになってます。いいわこれ、使える。これぞ。はい、これ入れてこ。よし、ブリカノアの方にね、塩の方振ってきますね。大量に振って、これブリカマか。これうまいですからね。ブリカマじゃない、ハマチのカマやよ。かけたブリカマならよりね、油がすげえから。あれ、いいですね。
さん、よっしゃ、ブリカマ焼いていこう。よいしょ。よし、返してみましょう。おりゃ、おお、いい感じ。うまそう。いいね。煙でね、またこのいぶされるのもいいですよね。よし、ワンちゃんご飯もね、作っていってますね。おーおー、いい感じ。このラムシャブの方をね、入れていきたいと思いますね。ラムシャブ丼です。明日のね、もう朝ごはんも入ってるんで、よし、オッケーオッケー。蓋の方していきますね。あとはね、お寿司の分ですね。お寿司、酢飯を作っていきましょう。よいしょ。ご飯のいい香り。あとね、よくね、この土鍋の方質問あるんですけど、めちゃくちゃ便利ですよ。米炊く土鍋はほんと便利。ミスティンもいいんですけどね、ミスティンだとね、保温したりね、蒸らしとかね、蒸らしのためにタオルで巻いたりとかね、いろいろしなきゃダメですけど、これほったらかしでいいですからね。ほったらかしで簡単に米が炊けるってほんとありがたい。よし、こんなもんかな。もうちょっといるか。よし、ここにね、この寿司の子の方かけていっちゃいますよ。これがめちゃくちゃ使えるのよね。入れすぎか、ちょっとって思うから入れちゃいます。わあ、すげえいい香りしてるわ。酢の食欲そそるわ。これはで違ったもんになってるな。うまそう。ちょっとでも見た目がね、なんかすごいな、これまばらや。めちゃくちゃこんな感じでいいのかな。ドサンとね。よっしゃ、いいでしょ。よし、揃いましたね。揃っちゃいましたよ。さあ食べてきましょう。あ、ご飯が出てない。ご飯や、白ご飯。ああ、無事作れました。さあ、それではね、いただいていきたいと思います。いただきます。さあ、まずはね、乾杯の儀ですね。これ温めといた丸をいただいちゃいます。いただきます。皆さん本当にお疲れ様ですね。お仕事お疲れ様です。お疲れさん、いただきます。このあったかさ、めちゃうまい。ちょうどいいですね。これ沸きはしないですね、このランタンの上だと。沸きはしないけど、ちょうどいいね、飲み頃の温かさです。よし、まずはね、こちらです。こちらをいただいちゃいましょう。これうめえから、本当に濃縮されたタレがめちゃくちゃうまい。うまうまですね。ご飯が進むくんです。あ、うまい。このハマチね、ちょっと火入れすぎたかもしれませんね。でもね、うまさは抜群です。
これタレがね特にうまいのかも。タレがうまい。ご飯が進むわ。さあこのねハマチのカマも食べてみましょう。どんな感じやろ。さあ食べちゃいますよ。こっちのねハマチのカマはね冷たいんですよこれ。そこががっかりやわ。かなりがっかり。こっちのね照り焼きの方は私好きなんで温めちゃいました。あーこれがっかり。でもね本当は撮影後にね、撮影あるあるなんですよ冷えちゃうの。撮影後にね温めて食べようと思ってます。食べてこ。これまずドボンさせてから、醤油にねドボンさせてからわさび乗せて食べちゃいます。よっしゃ。米もでかいのよこれ。俵型やわ。俵やこれ。上手じゃん。うまい。よっしゃ。もうねお寿司を食べたらやっぱこれでしょ。うまそう。めちゃくちゃ。頭はどこ行った？頭は。いたいた。本当。頭ちゃんいましたよ。うわわわわ。こんな感じになってんの。なんか全然違う。チョウザメみたいになってるぞ。見た目が。よいしょ。汁がね飲みたくなりますね。え、これ大丈夫これ。寿司を食べたらもうこの寿司めっちゃうまです。ちなみにこの寿司を食べたらこれね汁物がやっぱり、ね、飲みたくなりますね。わさび、うんめ、あーなんかアサリのね汁飲んでる感じ。なんで？あーうまー。たまらん。刺身の食べ方を調べてたらね、これおろしポン酢で食べると美味しいって書いてたんで、おろしポン酢買ってきましたね。本当はねおろした方が美味しいですけど大根。今日はね生魚ね作業が多いんで時短しましたね。よし、おろしポン酢かけて。どんな感じやろ。おろしポン酢ってないですね今まで。よし、ここら辺いっちゃおう。ここら辺取って、そうだ、大葉、大葉も私大好きなんですよ。大葉を乗せて、さあそれじゃ食べちゃいますよ。うまい。さっぱりなハマチちゃんがねよりさっぱりしますね。食べやすくなります。こういう風な食べ方もあるんですね。これだと薄切りの方が良かったかも。ほんとうまい。米がでかすぎた。めちゃくちゃでかいこれ米。私でもちょっとねでかすぎると思いましたね。美味しいですけど。
すごい。よし。よまったな。ラムシャブもがっついてますね。ラムシャブシャブ。ラムシャブ。かな。めっちゃ早い。あずき食べちゃった。終了。二人とも終了ですね。ありますね。何やろこれ、この鳴き声。けど